はい、それでは今日の物理始めます。今回は前回の続きその2です。同志社大学の2018年の熱力学の問題です。空欄の下から始めます。で、問題はこの今度は 図が違っています。 A と B というそのシリンダーがありますが、こうピストンをつないであるんですね。ですから自由に摩擦がなくて自由に動けるようになっています。で、ここで A 内の気体をの体圧力体積温度、それから B も同じく P0 パスカル、 V0 立方メートル、 T0 ケルビンでした。 A と B は同じ、その状態ですね。で、ヒーターで A 内の気体を温めたわけです。ですから圧力も温度も変わってくるわけですね。で、ここではまあこことここの圧力は同じになりますね。で、まあ、こう自由に動きますから。で、ここで集めると膨張して、こちらが、まあ、ここは熱がないですから、結局こう圧縮されるわけですね。で、ここが V0 から V1 になった時に電源、ヒーターの電源を切ったというわけです。まあ、問題を読みます。A と B の気体の圧力が、いずれも圧力 P0 パスカル、温度が T0 ケルビン、体積が V0 立方メートルであった。ヒーターの電源を入れ、A 内の気体の体積が V1 立方メートルとなったとき、ヒーターの電源を切った。切った直後の A 内の気体の圧力は何パスカルかという問題です。で、何パスカルかということで、まあ、A ですから PA パスカルになったとします。PA ですね。P0 から PA になったということですね。で、温度は TA となったというわけですね。で、ここも、まあ、圧縮されますから断熱圧縮ですが PB と、まあ、PB と PB は同じになりますね。これ同じで、まあ、PA と PB は同じなんだというわけですね。で、 V0 から、まあ、VB になったとするわけですね。で、 T0 が結局 TB になったとします。この VB は V1 とどういう関係があるかというと、ここ2つが、これが V1 になったから V0 から V1 だったわけですから、デルタ V はどれだけかというと V1 マイナスの V0 ですね。で、これと同じ続きになっていますから、こちらがこれでデルタ V だけ増えたら、こちらデルタ V 減少しますね。ですから VB は V0 からデルタ V だけ減ったわけですね。ですから V0 マイナスのこれですね、V1 マイナスの V0 だと。ですから、これとこれを 2V0。2V0 マイナス V1 というのがまあ VB だというわけですね。ですから、これが言えるというわけです。で、しかも PB と PB は同じだというわけですね。ですから、まあ、これを使うわけですね。で、ここで、ここの PA を求めるわけですが、これからここはまあ T0 と TA が2つ。未知数がありますから、ここから気体の状態分布式で持ってはできないですね。で、ここで見るわけですね。断熱圧縮だというわけですね、ここと。ですから、ここでの PB を求めれたら、ここの圧力が分かるわけですね。ですから、ここで断熱圧縮しますから、断熱圧縮ですから、PV、ヒントが、問題文のヒントにありました。パーソンの公式ですね。これが一定だというわけですね。これを使います。ですから、P0と V0 の3分の5乗イコール PB、まあ、つまり PB、VB の3分の5乗だというわけですね。で、ここで求めたいのは何かというと、まあ、PB はこれは、つまり PA に等しいわけですね、これ。VB の3分の5乗だというわけです。ですが、求めたいのは PA ですから、これから PA はこれ持ってきて、 P0 の VB と VB の V0 の3分の5乗になりますね。で、 VB は何かというと、これ持ってくればいいわけです。ですから、よって上に PA はP0 の VB がこれですね、2V0
マイナス V1 だと。V0 ですね。これの3分の5乗だというわけですね。ですからこれは全て P0 も V0 も V1 もこれ基地の量ですね。問題文に与えられた基地の量ですから、結局答えは、かの答えはこれになるわけですね。次は木の奥裏を埋める問題です。電源を切った直後の A 内の気体の温度は B 内の気体の温度の何倍であるかということですね。ですからここですね、 TA と TB の比ですね。ですから求めるのは TA 割る TB ですね。ですから TB 分の TA としたらこれらですね、何倍かあるんですか、これを求めることになるわけですね。でここで、まあ、気体のブールシャルの法則、まあ、あるいは気体の状態方程式を考えるとどういう関係式になるかというと、これとこれは いわゆる、まあ、ボイルシャルの法則でいうと T0 分の P0V0、 P0V0 はこれですね、 TA 分の PAV1 だと。これは まさにこれとこれもそうですね。これはこれですから、これも TB 分のPBVB になりますね。でここを見るとちょうど T、 これを TA をこちらに持ってくると結局 TB 分の TB 分の TA はこちらに持ってきて、これをこちらに持ってくると PBVB 分の PAV1 になりますね。で PA と PB は等しいですね。これこれはピストンをつないでやりますから、これとこれ等しいですから VB 分の V1 に等しいというわけです。で V1 はまあ V1 だと、これですね。 V1 はまあ基地の量ですね。で VB というのはこれです、今さっきやった 2V0 マイナスの V1 だと。もうこれは与えられた量ですね。ですから何倍かというときはもう、すなわちこれが答えになりますね。これが答えになります。次はクーランクの問題です。 A 内の気体が外部にした仕事はクジュールであるという問題ですね。これはまあ最後の問題になりますが、つまりヒーターで持って、これがピストンがここからこう移動したわけですね。 こんだけ移動したと。その時に、した仕事、気体がした仕事はいくらかというわけですね。まあ熱力学の第一法則で Q イコールデルタ U プラスダブルしたという仕事の、その下ダブルした仕事ですが、これをここをヒーターによって圧力が変化しますから、ここでもって、した仕事を求めることは非常に、困難ですね。ですからここをつないでいますが、ここを見るわけですね。ここで見ると断熱圧縮ですから、 A 内の気体が外部にした仕事はここで言うと B で言うと B の気体がされた仕事になるわけですね。された仕事ですから、求めるダブルした仕事、 A が A 内の気体がした仕事はここの A が A の気体がした仕事は、これは B イコール B の気体が B の気体がされた仕事に等しいですね。だからですから結局 B の気体がされた仕事、断熱圧縮でもって Q イコールデルタ U プラスダブルの下仕事ですが、これはマイナスのダブルされたということになりますね。ですから、しかも B の場合ですよ。B の場合。これ断熱圧縮ですから、これは0になるわけですね。ですから、0イコール、この B の内部エネルギーの増加、マイナスの B の期待がされた仕事。つまり、このダブルのされた仕事は、された仕事ですね、 B の気体がされた仕事がつまりデルタ U に等しい、 B の内部エネルギーの増加に等しいわけですね。これがここを求める外部にした仕事、 A の気体がした仕事になるわけです。これが A の気体がした仕事に等するわけです。ですから B の内部エネルギーの増加を考えればいいと。これの内部エネルギーは、理想気体、単元子無視理想気体ですから2分の 3NR デルタ T だというわけですね。で2分の 3NR デルタ T というのは T0 から TB になるわけ
てね、TB引く T0 というわけです。で、NR は何かというと、ここを見ればいいわけですね、これ。PB、P、北の上等式でいうと、PB、VB が NR、TB です。ですから、NR は TB 分の PBVB だと。こうですね。ですから、これが2分の3。NR はこれですね。TB 分の PBVB。TB マイナスの T0 だと。で、これとこれで2分の3。PBVB。これとこれで1引く TB 分の T0 になります。で、PB はまあ PA に等しいわけですね。ですから、これで、持って、考えていくわけです。で、ここの TB 分の T0 を知りたいわけですね。この時はどうするかというと、ここのボルシャルの法則を考えればいいですね。T0 分の P0V0 は、これ TB 分の PBVB。これから TB 分の T0、TB 分の T0、ここ T0 持ってくると、TB 分の T0 は、これをこちら持ってくると、これをこちら持って、これをこちら持ってきますから、PBVV 分の P0V0 ですね。ですから、これを持っていける。これがまあ、デルタ U ですから。ですから、デルタ U は、2分の3の PBVB。1引く、これが、これですね。PBVV 分の P0V0。で、これは、PBVB 分の PBVB マイナス P0V0。P0V0 になりますね。で、ここの PBVB と PBVB が消えますから、結局、デルタ U は、もっと簡単になるわけですね。デルタ U は、これとこれが消えますから、この、ここだけになるわけですね。で、結局、2分の3の PBVB。PBVB マイナスの P0V0 と。こうなるわけです。で、PB は、PB は PA になるわけですね。これは PB は PA だと。つまり、この式、PA は、どうなるかというと、この式になるわけですね。で、VB というのはこれになると。で、あとはもう、まあ、結局、どういう式になるかというと、結局、デルタ U は、2分の3の、PA ですから、これを持ってくればいいわけですね。さっきも、で、PB が PA ですから、PAVB マイナス P0V0 になりますね。ですから、記事の例で言うと、デルタ U は結局2分の3の、これが PB が PA。つまり PA はこれですから、これが、PA がここに来ます。で、VB がこれですね。ですが、PA×VB マイナスの P0V0。まあ、こういう式になるわけです。まあ、これでまあ、答えとやってもいいわけですが、これをもっとこう、簡単になりますね。これとこれで、計算できますね。これがどうなるか、これをもっとこうすっきりした形に次にしてみたいと思います。で、これをこのここにあったものをここでですね、ここに書き換えました。B 内の気体の内部エネルギーの増加ですね。2分の3の P0 こういう式で、まあ、これをもっとすっきりした形にします。で、これを見ると V0 の3分の5乗と。これは 2V0 マイナス V1 のマイナス3分の5乗ですね。で、これから同じもので1乗ですから、これとこれで1引くマイナス3分の5でマイナス3分の2乗になります。これですね。で、V0 の3分の5乗は1プラス3分の2乗。1プラス3分の2と V0 かけ1プラス3分の2ですね。ですから、これはこれになります。ですから、P0V0 となるわけですね。ここはこれでくくることができるから、これにして分けたわけです。で、ここはちょうど3分の2乗、マイナス3分の2になる。ですからこちらが分母に来るんですね。こちらが分子に来て括弧で一緒にできますね。これとこれでこういう式になります。で P0V0 でくくると2分の 3P0V0 の残りがこれだとこれですね。ここは1になります。ですから、
B 内の気体の内部エネルギーの増加がこれつまり、された仕事、 B 内の気体がされた仕事、つまり A の気体が外部にした仕事に等しいわけですね。ですからこれが気体の A の気体が外部にした仕事になるわけですね。これですから答えとしては結局これが答えになるわけです。 A 内の気体が外部にした仕事はこういう式になるわけですね。これが答えになります。